今回は、職場にまつわるスカッとするお話を、3本ご紹介しよう。まず最初のお話はこちら。傘や水筒、ナプキンなどあらゆる私物がなくなるので、水筒の中身をお酢に変更してみた結果。私はとある会社で OL をしているが、あることに悩まされていた。会社でなんかいろいろ盗まれる被害が続いていた。はじめは誰かが間違って持って帰ってしまったのだろうかと思ったが、次の日も同じように取られてしまった。でも奪った人物に心当たりはあった。同じ部署のエスコだ。彼女は盗み癖のある人で、私の他にもドライヤーを取られたり、女性用ナプキンを取られたりしたとの声も聞いていた。だが、どの瞬間も逃げ足が素早く、現行犯で見つけたわけじゃないので、どうすることもできなかった。また男性なども傘の被害に遭った人もいたので、一度傘を取ったのはお前じゃないのかと、詰め寄ったらしいのだが、セクハラだと騒ぎ、逆にその社員の方が罰を受けることになってしまった。それ以来、男性は怪しいことがあっても確定的な証拠がないので何も言えない状態になっていた。しかもエスコは計算高い女で、上司の前では媚びを売っていたので、上司受けがいい。その証拠に以前、私が傘を取られた時、エスコさんに傘を取られて困ってるんです。と思い切って上司に相談したところ。エスコさんがそんなことをするはずないだろ。君の勘違いだよ。勘違いなんかじゃありません。私の傘をエスコさんが使ってました。そんなの同じものを持ってたかもしれないだろう。と全然信じてくれない。自分用にネームシールを貼っていても、綺麗に剥がしていて全く証拠にならない。とは言っても、傘一つにオーダーメイドするなんて、もったいないことできないし、それこそたまたま同じものだと言われたら、どうにもならなかった。その後もエスコは狡猾に盗みを続けていった。もちろんみんな取られないように、鍵付きのロッカーなどに備品をしまっていたが、時間がない時についつい、置きっぱなしになる時がある。そんな時を狙ってエスコは取っていたようだった。しかもエスコは取ったものを毎度どこかに隠しているようで、一度エスコを問い詰めた時、彼女のロッカーやバッグ、デスクの中を、すべて出しても見つからなかった。そのことで逆にエスコを優位に立たせてしまい、盗っ人呼ばわりした。と慰謝料まで請求されて泣いていた子もいた。そんなことがあったので現行犯で盗むところを見つけるまで、どうにもならない状態が続いていた。傘など雨が降った時はないと本当に困るし、おしゃれな傘を持ってもエスコに取られるか、と思ったら持っていけない。そう思って折りたたみ傘を持ち歩いていたが、正直荷物にもなるし困っていた。そんな時テレビであるコントをしていて、それを見た私はいいことを思いついた。これ使えるかも。そう思った私はエスコには一切内緒で、かつ会社ではその話題を話さないように、グループラインを立ち上げ、みんなに計画を話した。そしたらみんな、それイカもめっちゃ面白いよ、きっと見物だよ。どこで思いついたの？傑作。テレビで芸能人がやってた。受けるしこれで上司たちも信じるでしょ？そうだね、エスコ。上司にはいい子ぶってるから全然信じてないもんね。とノリノリ。そして後日、私はエスコに聞こえるように、そういえば私、ダイエットにすごく効果のあるお茶をもらって、最近それ飲んでるんだけど、飲み始めてから5キロも減ったんだ。確かに最近痩せたと思ってた。そんなお茶があるの？うん、いつも水筒に入れて持ち歩いてる。などという話を聞かせた後、普段通りに過ごした。そして休み時間、私はわざと、鍵のないロッカーにその水筒を置いておいた。そしたらこそこそエスコが動いたので、みんなで影を潜めてじっと待った。そしたら、ブーっと吹き出して、何これ？失敗じゃないの。とにかく涙目で、むせて止まらなくなっている。そして私が姿を現すと、何よこれ？オスじゃないのよ。ほう、これはオスの原液。芸能人のドッキリでお茶といい、飲ませて拭いている姿を見て、ピンときたのだ。それはこっちのセリフよ。それは私の水筒だけど、何してるの？はぁ？私のこの姿が目に見えないの？ブランドのワンピースがオスまみれよ。クリーニング代請求してやるから。何言ってるの？私の水筒に何を入れようが勝手だし、そもそも私の水筒を勝手に飲もうとしたから、そんな格好になってるんじゃない。私は飲んでいいなんて一言も言ってないわよ。でもこれで証拠ができたわ。そう言うと私はエスコを連れて行った。はぁ？どこに行くのよ。このオスまみれの服をなんとかしなさいよ。それからエスコが見事オスまみれになったところで、みんなと一緒に上司の前に突き出してやった。当然上司は目を丸くして。どうしたんだ？その格好は？それにこの匂い。オスか？と言ったので、
私は今までイスコに傘やその他、いろいろなものが盗難されていたことを説明。さらにその証拠をつかむために、水筒にお酢を入れたことを話した。その間もイスコは、私を陥れるためにやった。と発狂しながら暴れていたが、そもそも上司たちがイスコの上っ面に騙されて、真剣に盗難問題に取り組んでくれなかった結果が、これだったので、私たちが咎められることはなかった。むしろこれで実際に私の水筒を勝手に飲んで、持ち帰ろうとしたことが分かったので、改めてイスコに事情を聞き、会社の方でもいろいろ調べてみることになった。すると社員のものだけじゃなく、会社の備品庫から、いろんなものが盗難されていたことが発覚。さらにとんでもないことに、エスコの携帯を調べてみると、販売アプリを通して、売られていたことが分かった。当然エスコは首。そして今まで盗難されたものをアプリ内で調べ、その商品の請求をされた。当然私の傘や社員のドライヤーなども、現金での損害金としてエスコに請求することとなり、さらにエスコの上っ面に騙されて、ろくに私たちの声を聞かず動こうとしなかった上司たちは、3ヶ月の減給となった。またエスコは既婚者だったのだが、今回のことが義両親と旦那にバレたようだ。そこでまさかと思ってアプリの過去の取引を見てみたら、なんと義実家のものまでいろいろ売られていたようだ。特に義母のものが多くて、宝石がついたネックレスや、ブランドのバッグとかを売っていたらしい。当然それにブチギレた義母が、出ていけこの泥棒猫が、息子と今すぐ離婚しろ。と速攻で家を追い出されたって、旦那にも、人のものを盗んで売って、自分の小遣いにしてたなんてどうかしてる。君とはもう暮らせない。離婚して同居も解消してくれ。と言われたようで、会社からだけじゃなくて、義両親と旦那に恥をかかせたと、そちらからも慰謝料を請求されているようだ。エスコは私に対して、あんたのせいで全部失う羽目になったのよ。全部お前のせいだ。全部お前が慰謝料を払うのが当然だろうが。と吠え面を書いてたけど、そんな理屈が通用するはずないしね。もし自宅に押しかけてくるようなら、警察でも呼んでやろうと思ってた。でもその前にエスコのご両親が田舎から出てきて、各方面に頭を下げて回り、きちんと慰謝料を払わせることを約束してくれた。ちなみに離婚されて義実家に家を追い出されたエスコは、実家に強制連行されたみたい。まあ子供がいなかったのは、せめてもの救いかもね。母親が盗っ人なんて絶対いじめられる原因になるもんね。エスコがいなくなってからピタリと盗難騒ぎも収まり、落ち着いて仕事ができるようになった。社長からは、上役がちゃんと話を聞いていなかったそうで、大変申し訳ないことをした。もっと迅速に調べていれば、盗難物も最小限で済んだのにすまない。と頭を下げられた。償いになるかわからないがと、上司抜きで部署の飲み会を、社長のポケットマネーで開いてくれた。最初から上司じゃなくて社長に話を持っていけばよかったね。確かに、社長が話がわかる人で本当によかった。でもエスコのあのお酢を吹いた瞬間は本当に傑作だったわ。思い切り喉に流し込んだから、盛大に吹いたもんね。私もお酢を原液で飲むなんてことしたら、口の中が死ぬわ。ほんとそれ、ほんとだよ。私なんかこっそり写メ撮っちゃった。まあ今日は社長のおごりだから、みんなじゃんじゃん飲んで食べて、明日からまた仕事頑張ろう。あれからエスコは田舎の両親のもとで、自営業である野菜農家を手伝わされてるって、風の噂で聞いた。小さな田舎町だからどこからともなく、エスコが盗難して離婚されたって話が浸透したらしく、両親が恥ずかしくて、外にも仕事に出せないんだってさ、同じ職場にいる時はネイルもピカピカで、バッチリメイクしてたけど、畑仕事じゃそうはいかないだろうね。続いてのお話はこちら。復讐。職場のアラフフの同僚が、無自覚セクハラモラハラ常習者だった。セクハラやモラハラする人はされる側に回ると、すぐ弱るってマジだね。前の職場のアラフフの同僚が、無自覚セクハラモラハラ常習者だった。しかも一度やりすぎて、被害者を休職に追い込んだけど、俺は何も悪くない。の一点張りで切り抜けたもさ、うちの部署へ来てからも、妊娠してた女性同僚にしつこく絡んで、予定より早く産前休に入らせてた。いい加減みんな頭に来たから、示し合わせてちょっと復習してみた。その同僚は自称アウトドア派だったから。今日も肌黒びかりしてますね。今外晴れてますよ。日光浴してきたら？と毎日誰かしらが声かけする。幼稚園の子供かけるさんらしいから。同僚さんの息子さん元気ですね。
お子さんのために帰ってもいいですよ。と飲み会の度に言う。何かしら自慢したら。さすが普通そこまでしませんね。すごいね同僚さん。私たちにはできないわ。と返す。そしたらその同僚はたった2ヶ月で弱って、上司に。モラハラに遭っている。と訴え上がった。上司も消極的とはいえこちら側だったから。あなたも似たようなことをしてるよね。周りとお互い気持ちよく過ごす努力をしてね。と切り返した。同僚は結局、2ヶ月半で。モラハラが原因だ。と主張して休職した。一応人事の調査が入ったけど、適当に調べられてお咎めなく終わった。それから数年経って資格職で転職したら、転職先にそのアラフィフ同僚がいた。違う資格職で別部門にいたから、情報収集してみたら、やっぱりここでも要注意人物扱いだった。あれだけ仕返しされても、性根って治らないんだな。ってちょっと虚無感を覚えた。続いてのお話はこちら。復讐。取引先の女性の神経がわからんかった。キャンペーン価格で仕入れたはずの品物が複数、定価で請求されていた。取引先の A 社とは、うちが仕入れであちらが卸で、どちらが上ということもない力関係だと思う。その日、請求書の処理をしていたら、キャンペーン価格で仕入れたはずの品物が複数、定価で請求されていた。該当の納品書とキャンペーン仕入れの契約期間を、確認して、先方に、間違ってませんか?と電話したが、確認します。のまま折り返しがない。定時になったので遅番の人に、A 社の B さんから連絡があったら聞いておいてください。と引き継ぎして帰った。翌日、遅番の人が出社したので連絡があったか聞いたら、なかったよ。と言われ、すぐわかると思うけど忙しいのかな。と一日待った。その日も連絡はなかった。さらに次の日も、午前中待ったけど連絡がない。この日の定時までに本社の経理部に、請求書チェックの完了報告をあげないと、支払いがされないので、A 社に電話して、マル社ですが、B さんはいらっしゃいますか?と聞いたら、B さんはお休みだという。電話に出た女性に流れをかいつまんで説明し、今日の5時までに何らかのお返事をいただけないと、お支払いができない。と伝えたら、上司に報告するから待ってくれ。とのこと。こちらも、経理部に猶予がもらえるか聞いてみる。と電話を切った。経理部は、あっちのミスなんでしょ。ならあっちが訂正した請求書を回さないなら払えない。とお役所的対応。一応。本来なら紙ベースの請求書でなきゃダメだが、今回に限り PDF とかで仮請求書を送ってきたら、後日正式な請求書を送る条件で支払い処理してもいい。とは言ってくれた。そこまで進めて A 社からの連絡を待ってたが、なかなかかかってこない。もう4時だぞ。どうすんだ。と思っていたら、B さんから電話がかかってきた。なぜか携帯番号だった。開口一番、B さんに。私は今日は休みなんですよ。それを何度も連絡してきて、休まず仕事しろってことですか。とぶち切れられた。知らんがな。引き継ぎしてないのはあんただろ。記者の勤務体制などについては私にはわかりかねますが、先日お問い合わせした件は早くお返事をいただかないと、お支払いができないので、と言ったら、こっちの請求通りに払ってくれれば、差額分は来月の請求から差し引きますけど。と言われた。いや、それはうちの経理部の許可取っての話か?と聞いたら当然。取ってない。と。こちらも腹が立ってきたので、すみませんがそちらの勝手な言い分を、主張されても困りますし、請求額が間違っているのに、そのまま払うこともできません。もう締め切り時間になるので、今月のお支払いをどうするかは経理部に任せます。と切った。そのまま経理部に電話し、部長の許可を得て、A 社への支払いは1ヶ月飛ばすことにした。翌月に2ヶ月分まとめて払う。それを経理部長名義で A 社に通達したら、翌日、A 社のそこそこ偉い人が、支払い期日を過ぎてもいいから支払ってほしい。1ヶ月も待てない。と言ってきた。数百万だし、A 社の規模からしたら大した額ではないが、請求した金が自社のミスで支払い遅れになったら、内規で問題になるんだとは思う。なので、せっかくの B さんのお休みを台無しにしてしまって、大変申し訳なく思ってはおりますし、B さんがお怒りなのはわかるのですが、こちらにも社内規定で締め切りがあります。その旨もお伝えしていましたが、2日以上ご連絡いただけなかったのでお問い合わせした結果、B さんのお休みを台無しにして、休みの日も働けというのか、とまでお叱りを受けましたので、期日以外の入金などをして、B さんにご迷惑をおかけできません。後のことは弊社経理部長に直接おっしゃってください。
と言った。この嫌味たっぷりの回答は、経理部長からの指示なので、低姿勢で棒読みして電話を切った。なんで自分が急ぎの仕事を引き継ぎせずに休んでおいて、会社から着電されまくったからといって、取引先に切れることができるのか、さっぱりわからん。B さんからは特に謝罪などはなかったが、翌月から A 社の担当が変わっていたから、部署外か担当が A 社外したんだと思ってる。そもそも B さんの携帯に連絡しまくったのは A 社だろうに、なぜ取引先に休まず働けってこと?と切れたのか。切れるなら自社にだろ、それでも逆切れではあるが、ちゃんと引き継ぎしないで休んでるから。確かに神経わからん人だし、自社なら取引先とは関わらせられないわ。職場での人間関係は、十分に気をつけてほしいものだ。もしトラブルが起きた時は、今回のように解決してほしいものである。